きチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ、今年の優勝予想一番多いんじゃないのか、阪神タイガースです。はい。多分プロ野球ニュースでも多いと思うよ、うん、はい、阪神優勝を掲げる人たちは、うん、もう大阪は全阪神じいちゃん、もう関西圏の方々は、いや俺はもうあの大阪の解説者で阪神を B クラスにする解説者みたいな、おいいのかな。あ、それはあのあれですか、こう監督やっぱり岡田さんになったからとかそういうのがある、そうあるんちゃう、やっぱり、うーん、やっぱり岡田さん信者の方多いんちゃう、うん、あ、そうですか、やっぱ重鎮だしね、はい、しかもまあだって岡田さんがリーグ優勝してからしてないからね、そうですね、前の優勝はそっか岡田さんの時だ、うん、2005年最後でしょ、はい、ね、うん、あ、2005年、すいません阪神ファンの皆さん、334のやつですか、あ、ロッテが、はい、うん、あのトンネルズのスポーツ王も、はい、ゴルフ駅伝、はい、あの3分34秒で勝って、これは何の呪いやっていうツイートで334をつきまとうんかみたいなでもまあだから多分今年まあ本当にね高い前評判はね、うん、その中で、はい、まあポジション的にサバイバル、うん、でもキャッチャーはもう梅野なんだもんね、だって坂本そんなね、うん、って感じだもん、うん、そのやっぱ打率1割8分9厘は小林と一緒だもん、うん、ジャイアンツのそこと、うん、1割8分9厘だったら打率がね、うんうんうん、だからなかなかやっぱ苦しいよな、うん、うん、まあ、でも上野選手がやっぱり正捕手って形で、まあ、なるんじゃ、で岡田さんも言ってたしな、うん、梅野もね、去年100試合2割2分8厘、うん、まあ、梅野もそんな打率が高いわけじゃないけどね、うん、まあ、ここは監督が変わって心機一転と、はい、っていうところでね、うん、でまあファーストだからファーストも大山なのらしい、はい、うん、でセカンドはコンバートの中野で、サードはサトテル、はい、でまあなんかいろんな人に聞くとやっぱ岡田さんは決めたらもうそれが固定で、はい、マルチポジションとかしないらしいのね、うん、でそこで出れなかったらもう補欠みたいな、はい、だからショートだけだね、中野選手はもうじゃあもうセカンド、そうそう、しかもなんか聞いた話によると、はい、そのもうキャンプはセカンドの練習しかさせないから、はい、WBC 用にショートの練習しかさせないって言うけども、WBC 行ったら確実にショートの控えだと思うんだよ、はい、だからそのセカンドコンバートで内野っつってもまあ逆回転多いから難しいじゃん、はい、でシーズンでしょ、はい、大丈夫なんかなっていうね、そうですね、中野のそこの準備としてはね、うん、そこら辺もちょっと心配だけどね、しかもあの WBC の時の動画で言ってましたけど、うん、補欠になるとなかなか練習する機会がないわけですもんね、出れもしないし、そうそう、だってあの WBC は練習しに行くもんじゃないから、うん、試合しに行くからその練習量はやっぱ下がるんだよ ね、 そうですね、で試合出なかったら実践感覚も下がるしね、うん、まあでもまあそれでセカンド、ね、うん、でもまあこれは固定だからね、サバイバルじゃない、うん、中野がね、だからショート、うん、ショート誰で、ショート誰になるんですかね、だって阪神あれでしょ、もう裏ルート持ってるでしょ、マルシャス、はい、阪神小畑ですね、ショート、はい、お兄さん、小畑の兄さん、さっきマーキーの知らなかったのに、いやそれは知らない、はい、え、木浪は、木浪は、木浪は矢野さんの時にはあまり使われてなかったんですけど、うん、まあ、もう着々と評価が上がってて、うん、木浪と小畑で争うと、そうなの、糸原、糸原、岡田さんの名前、岡田さんの名前聞きましたじゃあ糸原はもうバックアップですか、北条は、北条は藤浪と一緒にあのお立ち台立つのが夢やったらしいんですけど、うんうん、夢かなわず相方がアスレチックス行っちゃったんで、じゃあアスレチックス行ったら夢かなうかもしれない、まあ、絶対無理じゃないですかなんか結構、うん、辛口だね、辛口ですね、厳しいですね、うん、関西人なんでやっぱ阪神で言えます、そうだ、うん、じゃあもうじゃあ渡辺亮なんとか、でもなんかあと高浜もなんか次、じゃあもうショートは小畑かもう木浪だ、そこにその2人がダメな時に誰か入ってきてくれたら嬉しいな、そう、もう中野がショートに帰って糸原セカンドとかないの、そんな瞬間は絶対しないです、しないの、もう絶対にしないです、それだけ、じゃあもうそれかね、じゃあでレフトがノイチ、ノイチ、あの新外国人の、でも俺はもう不安でしかないの、はい、だってあの外野ほぼほぼ守ったことないの、はい、去年も外野1試合も守ってないのよ、1試合も出てないんですか、ほぼサード、はい、でショートセカンド、はい、ファースト、うん、ショートがちょっと か、 だからファースト、はい、サードが主なので、はい、でレフトは
あの2021年に4試合だけ守ってるんだよ、うん、メジャーではね、はい、で、あのレフトはあんまり守ったことないけど、うん、あのキャンプで練習しますってノイジーは言ってたんだけど、はい、もうそこが不安で仕方ない。外野気がついたらサードにノイジーで、サード出る外野守ってるとかない。でも阪神ファン的には、うん、サード悟ってるほど僕はちょっとやっぱあかんんじゃないかと思うんですよ、うん、まあ、悟ってるを外野手に置いておくことが、サノテルが1年間通じて、うん、コンスタントに成績だけ出せる条件やと思うんですよ。外野に置く方が、はい、でも外野に置いててもコンスタントに出してへんやん。いや、まだまだマシじゃないですか。サードでると僕すっごい格好すると思うんですよ。そうなの、はい、見といてください。で、センターは近本でしょ。はい、じゃあラインとかサバイバルだね。そうです、ライトいないもんね。いないです。でも島田は頑張ったよ去年、ね、だから島田、はい、森下、うん、でもそこにいるのが前川締め掛け、うん、出ています。井上はちょっともうちょっと頑張らないね。そうなの、高山、高山消えた天才大丈夫、大丈夫ですか、うん、攻めてんな今年お前消えた天才とか言ってる、攻めてんな俺は何も言ってないからね、はい、まあ、今のは全部先生のセリフですから、うん、絶対使うからね顔出してないことをいいことに、ノーカットまあ俺はね、何気に期待してるのは藤田なのよ。うーん、もう2番手藤田でいいんちゃうかって。でも境田とかもいいんだよね。いいキャッチャーですかね。そう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 、キャッチャーの人間いいんだよ阪神、はい、でもまあだからうん、いっぱいいますからね。そう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 、うん、あとは使うかどうかだけだからね、はい、俺はもう藤田推しなのよ。はい、中京学院大中京高校から、うん、はい、だからまあサバイバルはじゃあショートとライトやな、でもしくはノイジーがサード来た場合レフトだな、サトゼルライト守るから、だから上田か筆頭は。あれ、あ、ちょっと、え、ミエセスは、ミエセス、あ、新外国人のミエセス、ミエセスだって1軍入ってこないでしょ。185センチ、150キロ。でも外野、じゃあレフトする、レフト、だからどっちか出ない、だから、え、じゃあ、あるんじゃん。結局は蓋開けてみたらサードノイジー、レフトミエネス、うん、で近本サトゼルあるんじゃん。しちゃうとやばいでしょ、ガタガタっすよ、左半分、うん、左半分ガタガタですよ。いや、ノイジー守備上手いんでしょ、サードは。でもなんかミエセス、はい、なんか里崎に似てる説がちょっとネット界隈で一部から出てんだけど。え、何が似てる、顔ですか。うん、なんかフォルムも含めて。ちょっと見てみよう。分からなくもないけど、でも似てない。なんかこう、ちょっと分かるけど。だから、なんか応援してるよ、めっちゃ。うん、いいっすね。うん、親近感が。うん、うん、ザガースキーの次に。ザガースキーさん、めちゃめちゃ似てますよね。ザガースキーの次に来たい、うん。頑張ってほしいね。はい、頑張ってほしいですね。でも、だからそこだね、まあ、外野1個と、うん、だからショートだね。はい、でもまあほぼそれも決まってる感じだもんね、多分、うん、まあ、サバイバルだけどこいつ来るんちゃうかみたいなね、はい、感じだね、うん、でピッチャー、はい、先発はだって西純也、西勇輝でしょ、うん、で青柳でしょ、はい、新外国人が佐伯でしょ、うん、あ、伊藤正史、B ケラー、ブライアンケラー、でも先発空いてないね。で今年から岩佐も先発に、あ、岩佐だ、はい、あ、そうだね、言ってたね、はい、あの FA の時の話 で、 で、 であと森木ね、うん、もいるし、桐敷投手もいいですかね、そうそうそう、2軍でね、よかったから、はい、と秋山ね、うん、結構いるんだ。から先発はもうほぼほぼ固まってるね、うん、これはちょっとノーサバイバルだね。高橋アルドもね、10球投げたってニュースに出てたからすごいガラスのエースだから、ガラスがもう強化ガラスになった強いよ、はい。でリリーフはだって湯浅、うん、浜地、はい、岩崎、うん、ケイケラー、カイルケラー、うん、でビーズリー、あ、新外国人のビーズリー投手は中か、渡辺左、はい、って感じか。もうだからピッチャーはないね、うん、もうほぼ決まりだね、ピッチャーはもうほぼ決まり。暑いですね、うん、そう考えたらもし藤浪メジャー行ってなかったも出れないな、うん、阪神で出るとこなかったの。でもアスレチックについて5億円やからな、うん、すごいよな、はい、アメリカンドリームやな、ね、インフレやな、うん、ね、だからピッチャーのおさばだね、
いいピッチャー多いな。だからショートとライトだけだね、はい、サバイバルは。でもそのサバイバルほぼほぼ決まってるしな、うん、だからこの固定メンバーでどこまで頑張れるかだね。はい、すごいです、防御率すごいですね、やっぱ、うん、めっちゃいいですね、みんな。そうですよ、ピッチャー。そりゃ優勝予想する人も多いよな、うん、私も年始のは阪神一致予想してるんで。どうしたんですか、大阪の仕事を取りに行ってんですか。いや、言ったところで何の仕事も大阪から来ないと思う。来ないの、分かんないよね。阪神のね、トラバンから来るかも分かんない。トラコって今流行ってるらしい、うん、あ、そう。でもちょっと今 MBS ラジオやってるんで。でも大阪に行ってないんですよ。はい、東京でやってます。なるほど。だからヒロドさんと対決するんちゃう、ついに、うん、ついに。いや、恐縮です。私こう地味にやったから恐縮です。はい、もうちょっとだからほぼほぼの大阪だね、全体的には。まあだからほんとショートと外野だね、まあ、そこに新しい戦力が入ってきてハマったら強いね。うん、強いね。うん、だから俺は個人的にはもうね、桐敷と藤田でね、期待してるけど、あとは三重。ちょっと桐敷投手期待してるんですか。いや、去年2軍でめっちゃ良かったから、成績だけは、はい、防御率0点台ですからね。そうそうそう、だからそれを1軍でどこまで通用できるかっていうところは、うん、まあ面白そうだよね、キャンプ見どころあるよね、はい、あとはもうその梅野の次に来るのが俺は栄田と藤田やと思ってるから、うん、そこら辺の動向をキャンプで見るのも面白いし、はい、あと俺の弟の、はい、ニエセス。ニエセス。ニエセスの動向はちょっと気になるね。はい、キャンプで見たいね。キャンプも張り切ってるらしいですからね。そうだね、はい。怪我しないように頑張ってください。はい。